こんにちは、ばあちゃんにゃんこちゃん、恥を知れ、法の裁きを受けろというふうにね、令和たけちゃんの動画、私もね、いつも楽しくなのかな、どういう気持ちで私も見てるんでしょうね。まあでも、令和たけちゃんっていうのは、現場に行ってああいうふうにね、いわゆる物申すしてくれるじゃないですか。あれはまさにね、私がそう思ってることとか、そうやりたいことなんですよね。多分、まあばあちゃんにゃんこさんとか、その他の令和たけちゃんさんのね、ファンの方も同じだと思います。で、私は令和たけちゃんの動画を知ったのは1年ぐらい前からだったんですよね。あのパチンコで行列してる人にクラスターだかなんだかで物申すみたいなのをやってるところで、あ、なんかこういう人もいるんだなと思ってるところで、あの私がねすごく関心のある事件とかに切り込んでくださったりとか、バイトテロの問題とかね、まあ、いじめとかああいうのに、まあ、動画をねどんどん出してくださってて、わ、すごいなと思いました。私もねこういうことをねやってみたいなと思うんですよ。いや本当それは目立つためとか再生数とかファンを獲得したいじゃなくて、いや本当に自分の正義だと思えること、もしくはちょっと間違いかもしれないけども訴えかけたいことをもう赤裸々にね突っ込んでいきたいなと思うんですよ。でなかなかね最初は勇気がないんで、令和たけちゃんの恥を知れっていうところに参加していって、恥を知れみたいなね、ああいう風についていってみたいなと思うんですよね。ね、私の動画の視聴者さんの中にも令和たけちゃんさんのねファンの方いらっしゃると思いますし、乗っかるようでちょっとね申し訳ないんだけども、でもねやっぱそういう声が後から続くこと、そして最初は一人の叫び声なんだけども、それが二人になり三人になり大勢になって世の中の風を巻き起こしていくってことを、きっとね令和たけちゃんも多くの方も望んでるんじゃないかなと思います。私は望んでます。一人の声は小さいけれど、一人が始めることによって二人目が出てくるんですよね。そして三人目が出てきて、四人目になる頃にはもうね、みんな隠れていないで出ておいでみたいな感じです。最初の一人ってのは勇気がいるんですよ。その勇気に私はなかなかなれなかったんですけども、でも二人目三人目にはなれるかなと思います。ばあちゃん、にゃんこさん、動画をご覧いただきましてありがとうございました。なんかね、今回のコメントに、こちらこそすごい勇気をもらいまして、この動画を作らせていただきました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。